をしていて。何があった？死の気配だ。フェラッカ船で石棺を運んだんだろう。不釣り合いな場所だ。死体の後からして神聖な臓器は取られたらしい。少なくとも肺はない。邪悪で不吉な祈りだ。ナイルの神、ソベクの像だ。それがセルケトへの印に囲まれている。呪術とサソリの女神か。道具の持ち主はどうやら逃げたようだな。臓器を取り出した者には邪悪な意図があったようだ。何もかも普通じゃない。
どう？どう？なんだ？よし。どう？よし。
ああ、ここはダメだ。
やろうか。
申し訳ないけれど、今日は戦車は売れないわ。セラピス、信じられない。それはメジャイの紋章。イディオソマシトゥトテイドン、アネスヒンドイン、エプリヒン。ごめんなさいね。一瞬あなたがメジャイの紋章をつけていると思ったの。失われた守護者の。なあ、本物だ。それでどうした？胸が張り裂けそう。真の友人、夫のエリクスが殺されたの。何があったんだ？夫の仕事は巷で有名だった。ファラオのための戦車の注文が来たの。喜んで引き受けたわ。でも引き取りに来た兵士は約束の半分しか払わないと言ったの。エリクスが拒むと兵士は彼を殺して戦車を盗んだわ。あなたが本当にメジャイなら報復に手を貸して、兵士を見つけて戦車を破壊してちょうだい。夫の形見を汚したくないの。俺が力になろう。あのバカどもを突き動かすのは何だ？政治家？おい、誰だ？おい、やつを追え！じゃっ！ハヌチェロ！ヨヘイエンチェロ！ナプチュー！メセンジェルホテル！大変だ、一大事だぞ。おい、ここまでだ、死ね。おい、なんだ。またな。
どここで見つかるのはまずい。これで殺された職人の誇りは守られる。気高きメジャイ、何か知らせが？卑劣なアンシラの隊長に盗まれた。エリクスの戦車は俺が破壊した。これで片身は怪我されない。ここは警備が厳重だな。
よし。時間を稼いでくれ。急がないと。どうぞ。